一斉に発表するタイプ？いいよ。せーの。パリピッピー。到着までの間、無人島生活のイメージ映像をご覧になってごゆっくりおくつろぎください。やっと来た！やっとやれるや！なになにイメージ映像？なに？やめろ！飛ばしちゃった！音楽変わってる。どうも皆さんこんばんは、ココレモンです。今日から集まれ動物の森、このゲームで遊んでいきたいと思います。発売日に買ってね、もう約2ヶ月近くぐらい経っちゃってるんだけどやっとやれる。やっと開封しました。もう全然集まれてない。動物たちに陳謝します。でね、昔ね、3DS のね、飛び出せ動物の森やって以来なんですけど、だから飛び出したはいいものの、全然今まで集まれてなかったみたいな状況なんですね。あの、飛び出せ動物の森はね、もうひたすら釣りをやってね、マジでこう、スローライフを楽しめるっていうゲームなんだけど、俺いつもデッドバイデイライトとかさ、切迫したゲームやってるから、今回はもう攻略とかじゃなくてね、ほんとのんびりやっていきたいと思います。もう癒されたい。やっていきましょう。たぬき開発無人島移住パッケージ。来た、たぬき来た。おはようございます。ようこそお越しいただきました。ました。こちらは無人島移住パッケージの手続きカウンターでございます。いい笑顔。そうそうそう、これちゃんと聞くとね、右が豆吉ね、左がつぶきち。そっくり。かわいいね。島に渡り暮らしのサポート。なるほどね。一緒に来てくれると。それでは早速ですが、無人島移住するための準備を今から進めてまいります。最初にお申し込みを確認いたしますので、お客様のお名前とお誕生日を教えていただけますか。名前は、ココレモンでございます。普通だったかな。普通にしちゃった。OK。誕生日が4月の14日ですね。通信で知らない人に見られる可能性があります。なるほどね。OK でーす。もういろんな人に見られてるわ。ココレモンさん、ココレモンさん、と。いい笑顔。いい笑顔。癒されるな。では続きまして、今度はココレモンさんのお写真を撮らせていただきます。身だしなみを整えていただく時間は十分にありますので、ご安心ください。なるほどね。あ、なりたい自分になれる。すごい、豆吉がすごい満面の笑みで。あ、なるほど。後でも変更できるそうですね。男の子で、肌の色は結構いろんな種類がある。8種類あるんだね。これかな。髪型も変えれる。4種類あるね。おどどどこれチンチクリン頭だな。すんごいよこれは。結構お金かかるよ、美容室に行くとき。あ、男の子なんだけど女性の髪型もできるんだね。まあ、こういうのってなんか面白いのにした方がいいんだろうな。面白いのにしちゃおうかな、じゃあ。面白いのに。はい、できました。見たって普通！めちゃくちゃ普通のやつできました。あ、いい感じ。いい感じだと思います。褒めてくれたんで、これにしましょう。このお写真で登録させていただきますね。いいね。なんか面白いのしようかなと思ったんだけど。普通の島にしたわ。移住する島を相談しながら決めていきましょう。そう、今回はね、島に行くってことなんだよね。飛び出せ動物の森の時はね、村だったんだけどね。特徴は四季の流れる環境で奇跡の変化を楽しんでいける。そのため季節の流れ方が異なる北半球と南半球の2つのエリア。なるほど。新生活をスムーズに始めていただくため、これまで慣れ親しんだ気候と近い環境への移住をお勧めしております。ちなみに今ココレモンさんがお住まいはどちらになりますか。日本でございます。そうですね。
通りで日本語はお上手なわけです。ちなみにこの豆吉たちは何語なんですか？なるほど、北半球がおすすめだと。そしたらまあ北半球の方がいいかな。オッケー。南半球がいい。よくわかんない。よくわかんないって言うとよくわかんない。俺、オッケー。オッケー。かしこまりました。なるほど。いくつかの島の地図を用意してありますので、移住したい島を選んでください。なお、どの島を選んでも無人島は無人島ですので、何にもありません。住みやすい。ちょっと待って、待って。情緒がすごい。地図をお見せしますので、なるほど、好きな島をお選びくださいませ。4つから選べるんですね。おお、なるほど。なんかどれがいいとかはもうさっぱりわかりませんが、右下でいいかな。これにしよう。俺の勘です。はいはーい。毎回これ地形が変わったりするのかね。ここレモンさんや僕たちの新生活の舞台もこれで決まりましたね。それでは最後にもう一つだけ質問です。ここレモンさんがもし無人島に一つだけ持っていくとしたら、この中のどれを選びますか？え、寝袋、明かり、食料、暇つぶし。まあね、こういう時はみんな食料選びがちだと思うけど、俺暇つぶしにします。多分なんかこう遊べるなんか道具もらえるんじゃないのねえ。あ、すいません、今のは無人島といえばテーマかなと思って興味本位で聞いたで。かわいいからいいけど、聞いただけかい。お、チャーター便はただいまご搭乗の準備が完了いたしました。こうちゃんと聞くとね、やっぱ聞こえるよね、声に。ちょうどいいタイミングで準備が終わったようです。じゃあ、ここでもさん一緒に出発しましょう。いいね。やっと出発ですか。Good morning, everyone. 本日は無人島移住パッケージチャーター便へのご搭乗誠にありがとうございます。到着までの間、無人島生活のイメージ映像をご覧になってごゆっくりおくつろぎください。これね、俺最初に載せてるかわかんないけどさ、一回やりたすぎてさ、連打しすぎて飛ばしちゃったんだよね。気をつけます。気をつける。あ、何これ。ああ、ちょっと日焼けしすぎじゃない？セミでか。なんか、おしゃれなやつもいる。ポマードガチガチだな、あれやな。あら、かわいい動物が赤えると。あ、釣り。うわー、また日焼けしすぎじゃない？雪だるま、水、じょろ、あ、ちんちくりんの人は天体観測、いいね。これよ、これよ。この癒しが俺は欲しかったの。ちんちくりんのキャスティングが多めって。なんだこれ。あー、いいね。ピニャータかな。なんかエモい写真。虫、あ、そう、カブトムシも捕まえられるんだよね。つか日焼けしてる人が多い。で、俺出てこんの？タヌキ開発プレゼンツ。俺出てこんやん。まあ、イメージ映像だから出ないんだろうけどね。ワクワクするー。ワクワクするー。思い出すー。飛び出せ動物の森初めてやった時思い出すー。このね、なんか自由な感じがいいんだよね。好きなことをね、こう好きな時間にね、やれるっていう、それがこのゲームのいいところよ。チャーター便でこれに乗ってきたのかな、俺。右の島がかわいい。あ、来た。皆さん、長旅お疲れ様でした。着いたばかりのところ申し訳ないんですが、皆さんにはこれから無人島生活のオリエンテーションを受けていただきます。オリエンテーションがあるの？親切だね。近くにうちの社長が待機している広場がございますので、まずそこまで移動お願いします。つぶきちのあのガイドの旗かわいいな。それじゃあ案内しますので、エルスティックで僕たちについてきてください。ついていけばいいんですかね。あ、ちゃんとなんかこっちを見つつ、あ、かわいいな、かわいいね。尻尾がかわいい。ついていくんだね。
ちょっと待って、シルビア、挨拶後にして今言われた通りについていこうよ。正論言われた、やだ、行かせね早く行かないと、落ち着いて行かないと置いてかれちゃうよ。なるほど、真面目か。君はじゃあ挨拶後にしてとりあえずついていこうぜ。君も真面目か。じゃあ行こう、行こうよ。ジャンと一緒に行こう。まずはガイドの二人についていこうぜ。かわいいな、ジャン、かわいいな。てかね、飛び出せ動物の森さ、シュルビアいたよ。確かシュルビアいたな。違ったかな。なんか飛び出してまた集まるっていう、なんか運命的な出会いを感じるよ。ジャンと一緒に来た方がいいだろうから。見覚えあるこの顔。皆さんちゃんと揃ってますか？念のため転校しますね。シルビアさーん。かわいい。ジャンさーん。かわいい。オカレモンさーん。はい、大丈夫ですね。いや、見りゃわかる。見りゃわかる。目の前におるぞ。タヌキチ来た。ご苦労様でした、頼も。では。めっちゃ考えるじゃん。いや、考えた割には。たぬき開発の社長、たぬき氏と申します、だなも。今日から皆さんはここで一緒に無人島生活を始めるだなも。とはいえ、これはあくまでもパッケージプラン。皆さんが楽しく安全に暮らせるように僕たちスタッフも住み込みでサポートさせていただくだなも。ということで、まずは皆さんには寝る場所の確保をお願いするだなも。僕は不動産業もやってるから、無人島に立派なお家を建てることもできなくなるけど、できなくはないけど、せっかくの無人島の暮らしを存分に味わってもらうよう、今回はテントを用意させてもらっただろう。ここにいる豆吉か粒吉からテントを受け取って、好きな場所に貼ってきてちょうだい。なるほどね。先にテントを貼る。あれ、確か飛び出せ動物の森の時も最初テントだったような気がするね。どっちしよう、粒吉か豆吉か。あー、どっちしよっかな。見てるな、すんごい見てるな。つぶきちにします。はい、かわいい。こちらがココネさんの分のテントになります。ありがとう。気に入った場所が見つかったら X のポケットからテントを選んで貼ってくださいね。テントを貼るにはある程度のスペースが必要なので、貼れるかなと思ったらとりあえず広げて試してみてください。それからこの島の地図もお渡ししておきますね。ありがとう。テントを張り終わったら、そちらの地図を頼りにここまで戻ってきてくださいね。では行ってらっしゃいませ。なるほど。テント張れるのね。確かね、そう、動物飛び出せの時も最初テント張って。おっ、懐かしい。あれ拾えないんだっけ？まだ拾うあれができないのかな？あれ、俺が忘れてるだけかな。シルビアー！そう、そう、そう。そう、よろしく。うん、まあこんな小さな島じゃどこに住まない。いや、一回あったじゃん、覚えてる？飛び出せ動物無理の時あったじゃん。あとはジャン君はジャン君、ちょっと元気な感じの。テントはどこにでも張れんのかね。なんかイメージするとそこに貼れるかどうかわかるってあったんだけど、ちょっと一回見て回りたいな、どんな感じなのか。ここが新しい生活が始まる無人島なわけでしょ。海があって釣りとかもできるからね。確かな、飛び出せ動物の森の時もな、もう後半はもうなんか南の島行ってさ、カブトムシとかひたすら捕まえて売って、釣りもいっぱいやって、リュウグの使いとかサメとか釣ってひたすら売ってみたいな。夜中に始めて気づいたら外がもう真っ赤っか、いや真っ赤っかじゃない、真っ赤っかじゃない、明るくなっててね、ひたすらやってた記憶がある。トンボだ、トンボ、トンボも捕まえられるんでしょこれ。さっきこっちにジャンがいたね。これで一周か。川は今渡れないのかな。橋とかね、かけなきゃいけないんだよね、確かね。ジャン、
これからもよろしくな、すっげー。どうだ、いい場所見つかったか。俺は自然を感じるところにテントを張って、心と体を鍛えようと思ってるんだ。なるほどね、こう筋トレが好き系男子ですかね。どこにしようかな。そう、飛び出せ動物の森とかなんか橋とかかけて、島とか、島じゃないや、町とか作った記憶あるんですけど、右下にマップが表示される。やっぱりマイナスイオン感じたいからな。ここにしようかな。この滝の前とかよくない？ここに貼るってどうなの？ここにテントを張ろうかな。想像してみよう。おお、ここに決めちゃおうかな。いいじゃん。オッケー。マイナス、いいよ。めっちゃいいじゃん。この、なんか、川のね、川のせせらぎと、もうちょっとした滝のマイナス4で。自分のテントを張った無人島生活の第一歩だ。いいね。なんかワクワクするな。テント張っただけなのに。いいじゃん、ほら、ここでマイナス4がっつり浴びれるよ。癒され効果間違いなし。すごい、蝶々いっぱいいる。ここにもいるやん。早く網持って捕まえたいな。あとは、そうだ、シルビアちゃん。シルビアちゃん。ここでもはもういい場所を見つけたのかい？うちはフィーリングで決めようと思ってるんだけど、どこもいい感じだから意外と悩んじゃってね。とはいえ、いつまでも悩んでられないし、そろそろこの辺で決めちゃおうかと思ってるんだけど、ここでもはどう思う？良さそうだね。探してあげるよ。じっくり考えてみれば。探してあげるよ。うちにぴったりの場所、任しとけて。会ったばかりの相手にあんた偉い気が利くね。会ったことあんだよ、実は。よし、あんたを信じて任せよう。昔に会ってんだよ、実は。忘れちゃったんかい？うちのそのテントはこれもあなたがいいと思う場所に貼っておくれ。うちは邪魔しないように広場で待ってるよと。なるほど、広場に戻んのね。どこにする？俺のテントの近くとかでも良さそうな気がするけど、せっかく広いからいろんなとこに建てたいよね。ちょっと待って、ここいいんじゃね？ここいいんじゃね？これ満潮になったらヒヤヒヤするよ。テントここに想像しちゃう。あ、ダメ。あ、斜面、なるほど。もうちょっとこっちか。あ、民庭堂さんもなんか攻めるね。もうちょっと海側に建てろと。なかなか厳しいね。想像してみる。俺の方がまだ優しいぜ。あ、いいじゃん。ここに決めちゃおうかな。やばいよ。オッケー。シルビアさんのテントの場所を決めた。もうすぐそこ波来てるから。おしゃれだけど危険と隣り合わせ。大丈夫かな、溺れないのかな。さすがに上がってこないか。あとはジャン君。ここレモンはもうテント張り終わったのか。オイラは自然感じるところにテントを張って心と体を鍛えるつもりだ。さっき聞いたぞ。例えばこの辺りが良さそうって気がしてるんだけど、ここレモンはどう思う？良さそうだね。探してあげるよ。じっくり考えてみれば。探してあげるよ。いい顔。任しとけって。知り合いやって間もない。お前っていいやつなんだな、ここレモン。それじゃあこれ、俺らの命、預けたと、なんでそんな悪い顔してんの？なんでそんな。はいよ。オイラのその伝統、お前のお住む場所に貼ってやってくれ。とりあえず、オイラは新生活のイメージトレーニングをしながら広場で待ってるからさ、すっげー。なるほど。広場で待っててください。一番いいところ、一番俺のおすすめの場所に貼ってあげるから。どこがいいかな。めっちゃ見てるじゃん。めっちゃ見てるじゃん。なんか変なとこに貼らねえかって見てんじゃないの。ここいいんじゃない？広場のところ。落ち着かないよ。夜も落ち着かないよ。人がいっぱいいるから。
イメージ、あ、ちょっと広場に近すぎると通行の迷惑なここいいんじゃない、夜になったらもういっぱい周りにいるから、もうイメージトレーニングどころじゃないよ。ジャン君想像してみる、落ち着かないよ、人気がすごいからね、ここここに決めちゃおうかな悪い顔をしてたのは俺の方かもしれない。オッケー、よし、ジャンさんのテントの場所を決めた。いいね、これで全員のテントの場所も決まったし、広場に戻ってみよう。お、いいじゃん、広場近いところだからすぐ戻れる。皆さんお帰りだな、もただいま、いい笑顔ですね。気に入った場所は見つかったかな。まあとりあえず寝泊まりしてみて、不眠に感じることがあればまた相談してくれたらいいのだもん。さあさあ、それよりもこれで無事寝る場所も確保できたわけだし、帰られんのかね。キャンプファイヤーをやりたいと思います。もちろん無人島生活らしく必要なものは現地調達するだのも。そうね、よし、それじゃあ分担はこうするだなも。ひるまさん、ジャン様、うち営業人4人はここで会場の設営を。ココレモンさんと僕は燃料になるものを、食べるそうなものを集めるだなも。なるほど、さあそうと決まれば早速準備を始めるだなも。ココレモンさん、集めてくるものを相談したいから僕に声をかけてちょうだいね。豆吉じゃないや、タヌキチと一緒に集め、あ、かわいい、ほうきで、ジャン君かわいいな。タヌキチ、さてココレモンさん、まずは火を起こすときに使う細めの枝を拾ってきてちょうだい。木の枝をあと10本拾ってきてくれたらいいだなも。なるほどね、さっき何個か落ちてたもんね。 Y で足元のものを拾えるから、木の枝を見つけたら近づいて拾ってちょうだいね。僕は待ってる間にこの島の木が生えてるサクランボらしき実を、正体を調べておくだなも。あれ、サクランボじゃないの？勝手にサクランボだと思ってたんだけど、さっき揺らして落としたサクランボ拾っちゃおう、取られる前にタヌキシにおい、3つで、木の枝10本でしょ。あったあったあった、1 2 3 4 5 6、揺らす、サクランボ、一応ハテナマークついてる。これでサクランボじゃなかった時の方が怖いけどな。あ、さっき落ちた木の枝、よし、あともう一本だね。あと10、これで10本 OK で、広場に戻ればいいんだね。拾ってきたぜ、すぐ基地かわいいな。ゆすって、なるほどね、ゆすっても落ちてくるんだね。まめきち、はいよ。とりあえずこういろんな人に声かけたくなるよね。応援してる、ありがとう。シルビアちゃんは何をやってるんかな。材料全部あぐすだぞ間違いません、10本なんでね集めてきたよ、10本。それじゃあ一旦こっちで預かっておくだなも。おいよ、無人島移住を希望する人だけあって、さすが仕事が早いだなも。まあね、まあちゃちゃちゃってやっちゃいますよ、ちゃちゃちゃっと。じゃあ次は食べ物を調達だなも。木の枝を集めてもらってる間に、島の木になってる実について調べておいただのも。サクランボ2メーターの実は、え、違うの？いやいや、サクランボやないかー。いや、そりゃそうやないかー。めっちゃ拍手したるー。満面の笑みでー。ということで、ココレモンさん、今度はサクランボ2粒6個収穫してほしい。もう持ってるんすわ。そういうこと。仕事ができるねー。気が利いてるだなもん。まさかの6個ちょうど持っとったわ。持っとった。よいや、ほらよ。人数分確保しといたんで。これでサクランボじゃなかったっていうストーリーもちょっと気になるんだが。さてさて。これで準備は整ったんだもん。
それじゃあキャンプファイヤーに点火しまーす。お、着いた。拍手した。拍手してる。皆さん改めてようこそなんだもん。僕はこれまでいろんな土地と商売や不動産業やってきたけれど、そうだね、やってきたね。この無人島移住パッケージは僕のこれまでの経験を集大成として落ち上げた一大成。急にビジネスの匂いがすごい。意気込んでるこの顔。新ビジネスなんだもん。当初の計画より少ない人数の一つとなっちゃったけど、なんかごめんね。まあこれぐらいの人数で始めて徐々に広げていくのがやりがいがあるってもんだな。もまあ最初はね、そんなもんよビジネスってのは。というわけで皆さんもこの無人島の一員として。え、なんそのよく考えたらこれだけ住民いたらもはや無人島と呼べないんだな。もちょっとブレてきましたね。ビジネスがいきなり根幹が揺れてます今。そうだな。も僕たちは最初の住民でこの島を名前をつけるだな。もあ、多数決。なるほどね、いいじゃない、名前つけようよ。考える時間をあげるからみんなで考え終わったらせーので発表するだな。もよーし、いいじゃない、名前つけよう。みんながね、親しみやすい個性抑えめの普通な感じの名前がいいかな。はいはい、そろそろいいだな。もう決めました。お、一斉に発表するタイプ。いいよ、せーの、パリピッピー。とってもいいだな。もうこの中からどれにするか順番に名前を言うから、賛成なら拍手をするだな。もう拍手してくのね。異色のネーミングセンスが光っていた心のさん手前から行くだな。もう個性出しすぎて。いく心のさん手前の名前はパリペッピ。拍手満場一致。いきなり全員拍手とはすごいだな。もういやー、一切の忖度がないね、この笑顔には。全員が賛成ならもうこのパリピッピで決定しちゃっていいだな。ももちの論だよ、オッケーだ。じゃあ今日からこの島の名前をパリピッピで決まりだな。もパリピッピー。なんでしょう。ちなみにここのさ、島の呼び方はパリピッピ島、パリピッピ島、パリピッピ島のどれだな。もパリピッピ島か。パリピッピ島の方が可愛い気がするな、島より。パリピピ島にします。素晴らしい。それじゃあココレモンさん、ココレモンさんはこのパリピピ島の名付け親ということになるので。名付け親ですか。今後もパリピピ島の重要な決定はココレモンさんに相談させてもらおうと思うんだ。も言うなればココレモンさんはパリピピ島の島民代表だな。もみんなパリピッピしてる。あ、してるしてるしてるわ。してる、みんなしてる。ココレモンさん、島民代表に就任した挨拶として何か一言お願い。いきなり、あ、簡単。よろしく、頑張ります、任せてちょうだい。え、どれかな、どれが一番パリピッピっぽいかな。でもこれもう言い方だよね、言い方に頼るしかね。じゃあやっぱり任せてちょうだい。さて、無事島の名前の島民代表も決まったし、すっかり遅くなっちゃうけど今から乾杯するだな。もいいね。なになに、何のお酒、何のジンバッグ。島民代表のココレモンさんに作ってきたさくらんぼでフレッシュジュースかい。パリピピ島なのにジュースかい。ではパリピピ島の皆さんに幸あれ、乾杯。最高のスタート、もう最高のスタートよ。かわいい、ジャン君かわいい、そのタンバリンかわいいな、癒されんな。キャンプファイヤー楽しんでるか。こういう時何でもない話が思い出に残ったりするんだよな。すっげー、わかる、それわかる。シルビアさん、まだ会ったばっかりなのにこうやって一緒に火を囲んでると昔からの立ち見、いや、そうなのよ、実際そうなの。
立ちなのよ。会ったことあんのよ以前会ってんのよ、あなたと。いいね、満面の笑みだ、まめきし。あ、一日中燃やしすぎます。疲れたら自由にテントに戻ってください。ただテントに戻る前にお渡しするものがありますので、社長に一言かいかけてくださいね。一声かけてくださいね。なるほどね。いやーいいなー、つぶきち。パリピピと、パリピピと。お前はいいやつだお前はいいやつだ。いいでしょ、声に出して読みたくなっちゃうでしょ。みんながパリピッピになれるみんながパリピになれるみんながパリピになれる島に来たいだろ。みんなココレモンさん楽しんでくれんだな。も今日は夜通し火を焚いてるから、疲れたらテントに戻って休んでくれていいだな。も休もうかな。まだまだ楽しみます。もうちょっと楽しみたい。テントに戻る前に一言かけてちょうだいね。後で渡すものが。なるほど。これ座れないのかな。これ俺も座りたいんだけど。いや可愛いよ、もう家族みたいなもんだな。兄貴と思って、兄貴じゃん、兄貴可愛いいいね。あのね、どんどん島民が増えてくんでね。昔の飛び出せ動物の森の時もいっぱい増えてって楽しかったんだよな。休もうか。じゃあ声かけて。ココレモンさん楽しんでくれてるんだな。も今日は夜通し火を焚いてるから、疲れたらテントに戻って休んでくれていいだな。も休もうかな。 OK だな。もじゃあこれを渡しておくだな。も葉っぱもらった。キャンプ用のベッドなんだ。もテントの中で広げて休んでね。あとテントの中に置いてある箱の中身は支給品のキャンプ用品だから、開けて自由に使ってくれていいだな。も箱を開けたり物を使うときは A で、ベッドに横になりたいときは L スティックで横があればいいだな。も明日から本格的に島の暮らしが始まるわけだし、今日はゆっくり休んでちょうだいね。それじゃあお疲れ様。いいね。最後に声かけてこ。親睦会なんて無人島らしいいじゃないか。ワクワクしまいよね。いやワクワクするよ本当に。これからもどの島にやっていくかおいらたち次第なんだよな。仲良くやっていこうぜ。すっげー、いや仲良くやっていける気がするよ。いいな。テントに戻りますか。じゃあテントに戻ってもらったベッドで寝ればいいのかな。でテントもね、こう家建てたりするとどんどん広くなっていくんだよね。支給品だ。お、なんだ、ラジオ、ラジカセ、ランプ、キャンプベッド。狭いねやっぱね、テントの中だと。この辺に飾る。よーし、ここで、まあまさにキャンプって感じの。このまま少し眠っちゃう。寝る。うとうとしてきた。そんまま寝るのね。なんか岩盤浴に行きたくなる BGM だな。あ、トトタケ、トタケケいやついに一人で暮らす決心をしたんだね。いいもんだよ。ああしろこうしろと指図する人もいないし、好きな時に好きなようにやったらいいんだもんな。一人で自由気ままに暮らすのは素晴らしいよ。確かにな。だけどさ、一人で暮らすとなるとふと寂しくなることもあるんだよな。そうだね。そんな時すぐそばに仲のいい友達がいてくれると全然違うんだけどね。眠ると出てくんだよな。友達の笑顔ってやっぱりいいもんだよ。一人で長々喋っちゃってごめんな。もうそろそろ目を覚ました方がいいよな。あ、そうそう、この世界では一人で暮らすより大勢で暮らした方がきっと楽しいと思うよ。たくさんの友達が君の場所に遊びに来てくれるといいね。さあ目覚めた後は現実と同じ時間が流れる中で君の暮らしを楽しんでくれよな。そうなんだよね、同じ時間でできるんだよね。それじゃあまた。時間のまあ変更もできるみたいですけど。上手、
よくその肉球で綺麗に弦を抑えれるわ。さてはプロだな。朝だ。ココレモンさん。おーい。ココレモンさん。起きてるんだな、もう。ちゃんと外から話しかけてる感じが。起きたらちょっと外に出てきてほしいと。起きねえよーつって出ます。なんだろうね、1日目終わったからなんかまた新しいストーリーが始まりそう。よかった、ココレモンさん無事だったんだもんね。テントに戻ってから丸一磨きながら心配したんだ。そんな寝てたの？そんなに？え、そんなに？新しい環境に体が慣れなくて疲れちゃったのかもしれないだもんね。それはそうと、今日から本格的に暮らしを始めるにあたって移住民の皆さんに大事なものを配りに来たの。まずはこれをどうぞ。なんだろう、スマホ、スマホ、無人島生活にスマホが、さすがだな。動作チェックしておきたいからちょっと電源入れてみてくれない？しっかりしてる。お、ようこそ。いいね、なんか今時。うん、ちゃんと電波も入ってるだもんね。すげえな、無人島なのに電波も。すげえな、タヌキチやるじゃん。ちなみにココレモンさん、今までスマホって使ったことがある？あ、バカにしてんのか、バカにしてんのか。歩けよ。じゃあ全然問題ないだもん。できることは普通のスマホと大体同じなんだもん。なんならこっちの方が機能少なくてシンプルな分簡単かもね。はははは、シンプル、確かに。さっき見たら。それじゃあ次に渡すものはこれ。え、なんだ、まだあるのか。はい、これ移住パッケージの請求書。満面の笑みで、満面の笑みで、いや急にビジネス感出してくるからな、タヌキチな。そう、こうやってね、お金貯めて返してくっていうゲームなんだよ。忘れとった、持ってないよ。だって無人島に暇つぶしか持って、何も持ってきてねえんだもん。あー、ここでもさん、さては無人島だからって何も持たず。その通り、その通り、何も持ってません。まあでも心配いらないだもん。こんなこともあるかと。お、新しいプランがあるんですか？現金ではなくマイルで支払って。ちょっと待って、これあれじゃないの、リボ払いにしませんかみたいな。一番借金車になりそうな、あの、そのパターンじゃないよね。タヌキマイレージプログラム、大丈夫かい？その顔を信じていいんだな俺は。よくあるよね、広告とかでさ出てくるよね、あのリボ払いにしませんかみたいな、これが地獄の始まりですよみたいなのも全然書いてないし。何それ、何それで。まあそのままなんだけど、飛行機に乗ったり島で活動したりするとポイントが貯まるシステムだな。もう、あ、これは、これは良さそう。つまり島の暮らしで楽しめば楽しむほどポイントが貯まって移住義務支払える、とってもお得なサービスな。いいところしかないじゃない。逆に怪しい、逆に怪しい。49,800 ベルかかるところ、マイルなのなんと5000マイル？パッキリ？おい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 、いよいよ10分の1だぞ。だってこんなうまい話があんのか、こんなうまい話が乗るわ、乗ります。とにかくコレモンさんはこのプログラムに登録させてもらったから、元気じゃなくマイルで支払ってね、登録してしまいました。具体的なポイントの集め方はタヌキマイレージのアプリをチェックしてね。なるほどね。それじゃあ僕はこの辺で失礼する。だなも、今後ともタヌキ開発をごひいきに。うまい、商売上手や。イエーイ、新生活が始まった。何をするのも自分次第、自由だ。いいね。ここからの暮らしは現実と同じ時間が流れていきます。右画面にオートセーブがされているので電源を消さないようにと。なるほど、やっと始まりました。いいですね。よし、今回はこの辺で動物の森終了したいと思います。次回も続きからね、まったりやっていきたいと思いますので、ぜひぜひお楽しみにしててください。それじゃあバイバイ。みんなパリピッピしてる？歪んだ世の中
暗闇の中